バッテン荒川ピラット登場は、熊本放送で1971年から2006年まで放送されていたラジオ番組である。荒川は2006年3月から糖尿病治療のために芸能活動を休止後も、同年5月29日放送分に出演するなどして復帰が期待されたが、同年10月22日11時23分、熊本市内の病院で、 暴行癌による心不全のため69歳で逝去死後翌日の10月23日は放送日に当たっており、急遽番組内容を変更し、追悼特集を組んだ。荒川の死去に伴い、翌週の10月30日放送をもって長きにわたり、親しまれきた番組は幕を閉じた。同年11月からは、 この番組でもおなじみのヒゴ教区をメインとした後継番組ラジオ面白ヒゴ教区工房がスタートし放送されていたがこの番組は2009年3月29日放送をもって終了4月からは桂ツラギマヤのシャバダバサタデー内で第2第4土曜日11時30分頃に番組の1コーナーとしてヒゴ教区を放送することになったヒゴ教区とは与えられた 傘と呼ばれる課題の下に7.5で文章を作る言葉遊びである。文章というよりは話し言葉のように作る方が味が出て良いと言われている。ありがとうございます。